です。はいはいはいと。はい。何さんか言った。今日ですね。はい。台風が来ております。マジかだよ。なんかどうやらねものすごい台風らしくて電車も止まるんでしょ。もう夜の8時には止まる。店とかももう全部閉まるらしいです。8時に。まだ台風来る前からもう今日はそうなりますってもう予告が出るから。なるほど。朝の時点で。あ、避難勧告が出るぐらい。なったね。ブレリンって。なのに僕らグランドにいます。よっしゃー。よじゃないけどね。いや実際言うてないけどね。僕ら頭おかしいんでグラウンドにいますと。今日はですね、はい、ゴールキーパーがよく使うパントキックって2人とも知ってる。ああ分かりました。低いランドでそうっす。高校もとよく西川選手が得意としてて、はい、そのパントキックってよくゴールキーパーが使うキックがあるんですけれども、はいはい、これらまあフィールドプレイヤーじゃないですかみんな、うん、はい、パントキックってこうやる機会ないじゃないですか。一回もやったことないんでしょ。そのパントキックを使ったちょっと企画をやりたいなと。じゃあどんな企画って聞いてみて。どんな企画。どんな企画。うるさい。ごめんごめんごめん。いやいや、酔っ払ったあの後ろにゴールあるじゃないですか、うん、クロスバーの上にペットボトルを置きます。でそれを的として置いてこのパントキックでそのペットボトルを当てると。あの上。はい、マジで。大勢パントキックでペットボトルに当てるまで帰れません。いやでもいいから当てたらこの企画はもう終わりと。オッケー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 。一人でいいから当てましょう。じゃあ応援しましょう。じゃあお前やる気なさなさ。頑張頑張頑張。お前やる気ないやろ。ゴーファイト。ダサいし。キックオフ。キックオフ。ということでですね、あの後ろにほらペットボトル今置かしてもらったんですけど、そう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 、あそこにペットボトル置いたんで、じゃ早速あのペットボトルを狙ってパントキックをやっていきたいと思います。パントキック選手権開催します。お願いします。さあ行くぞ。暗くなってきたぞ。Thank you.
よ。こっちももう映ってません。終わりです。